台風の名前では台風における国際的な名称や日本における台風番号など人為的な台風の命名について述べる。クレメントラグ台風において国際的に使用される名称は一般的に国際名と言われており終戦直後から1999年まではアメリカ軍による英名が使用されていたが2000年からは 日本を含むアジア各国が提案したアジア名が使用されている。これらはあらかじめ用意されたリストから名前が割り当てられるリスト方式であるが日本では台風番号を使用する番号方式が使用される。またフィリピンのように国際的に用いられる名称とは別に独自の名称を採用している国もある。台風に名前をつけるという慣習を世界で最初に 始めたのは、オーストラリア気象学者の祖である、クレメント・ラグだと言われている。彼は1890年代、ポリネシア神話に登場する神や女性、嫌いな政治家などと同じ名前をサイクロンにつけていた。その中には、オーストラリアの初代首相の名前も含まれていたという説がある。結局彼は、これが原因で、政治家の反感を買い、自分の希望していた役職につけずに、 失意のまま、ニュージーランドへと渡った。国際名、ナンシーと命名された1961年の第2、室戸台風アメリカ合衆国では、ハリケーンの名称として、英語圏の男女の人名リストを用いるが、北西太平洋領域に発生する台風についても、終戦直後から1999年までは、アメリカ海軍の合同台風警報センターによる、英名が、 国際的な名称として付けられていた。かつて第二次世界大戦後の日本はアメリカ軍を主とする連合国軍の占領下にあったため、日本においても終戦直後の1947年から1953年5月の台風2号まではこの英名を採用していたが、当時のアメリカでは女性名のみを使っていたので、日本でも台風の命名はすべてアルファベット順の 女性名であった。女性名が使用された由来については、当時は海軍や空軍が飛行機で台風の中に入り、台風の中心から観測機器を投下することによって台風の観測を行っており、台風に対して遊び心で自分の妻や恋人と同じ名前をつけて親しみを込めて呼んだことが始まりと言われる。熱帯低気圧を女性名で呼称する方式は、 アメリカでも1950年から正式に採用されている。ハリケーンを女性名で呼ぶことは、小説家のジョージ・スチュワートによる1941年の小説、ストームを由来として1940年代から海軍の気象学者などによって行われており、米軍は1945年に西太平洋で発生する台風について女性名のリストを採用し、 アルファベット順の女性名の表が1947年から作られたが、アメリカ気象局の採用は1953年にまでずれ込んでいる。後に、この命名法は男女同権に反しており性差別につながるなどとして、世界気象機関から改善の要求があり、1979年からは男性名、女性名を交互につける方法に改められ、 同年の台風1号まで女性名のみの表が使われていたものが同年の台風2号からは男性名を含んだ表に改められた。そして同年の台風3号は初の男性名台風となった。なお、この方式で命名を行っていた頃は熱帯低気圧を台風と認定する日本の気象庁が台風と認定したとしても台風の命名を担当するアメリカの JTWC が台風と認定しなかった場合は、気象庁により台風番号は付けられても JTWC により国際名が付けられることはなかった。台風の認定は、それぞれの国の専門家が独自に判断していることから、日本では台風でもアメリカでは台風でないという矛盾が生じることがある。このような時に国際名のない七子台風は発生していた。 例えば、1999年の台風4号や6号にも国際名はなかった。現在も北、大西洋におけるハリケーンの名前リストは年次リストと呼ばれ、頭文字のアルファベット順に21種類の人名のリストをあらかじめ6セット用意し、1年ごとに1セットずつ A から順に使用され、6年間かけて6セットのリストを一順すると、 再び1セット目に戻るループである。リストの後半にある V や W などから始まる名前は、ハリケーンが多数発生した場合にのみ使用されるため、実際には使用された例がほとんどない。21個を上回る数のハリケーンが発生しリスト上の名前を使い果たした場合は、α、β、γ などのギリシア文字を順に続けていくことになっているが、 2005年は初めてハリケーン発生数が21個を超えたことで史上初めてとなるギリシア文字のハリケーンアルファが登場しこれだけでも前例のない事例となったがそればかりかその後も次々と熱帯低気圧が発生し最終的にはゼータまで使用されるという異例の記録が生まれた以下は1947年から1999年までの 台風の英名のリストである。アジア名、トカギと命名された2004年の台風23号2000年に1月1日からは、台風の国際名として、それまでの英名に代わり、アジア太平洋経済社会委員会と世界気象機関で組織する台風委員会が制定したアジア名を用いることとなった。このリストは、大西博美洋気象研究所のサイトなどで見ることが、できる。 このアジア名は、台風が襲来するアジアの地域の人々にとって、馴染みの深いアジアの言葉の方が、人々の防災意識も向上するのではないかと、日本を含む加盟14カ国、領域から提案された合計140個の名前から、なっており、台風が発生するたびに順次使用されている。アジア名は、カンボジア、中国、北朝鮮、香港、日本、ラオス、マカオ、マレーシア、ミクロネシア、フィリピン。 韓国対アメリカベトナムの順に、それぞれの国や地域が提案した名前が使用され、これが繰り返される。アジア名は、アメリカとアジア各国で構成された、台風委員会によって定められたもので、国際的には広く使用されているが、日本国内では、台風番号による呼び方が一般的であり、報道機関でも、台風番号で故障している例が大多数である。ただし、 日本以外のアジア地域で被害が出た場合などで台風番号とアジア名を併用して報道する場合もある。国際社会への情報にこうした台風委員会が制定した名前を付けそれを利用してもらうことによってアジア各国地域の文化の尊重と連帯の強化相互理解を推進することが期待されていることもアジア名が制定された理由の一つである。ちなみに 統計180度以東で発生したハリケーン等の熱帯低気圧が統計180度以西に進んで台風となったものにはアジア名は命名されず発生地点で命名された名称がそのまま使用される。日本からは星座名に由来する10個のアジア名が提案されている。星座名が提案された理由としては特定の個人、法人の名称や商標、 地名や天気現象名でない、中立的な名称であること、自然の事物であって、利害関係が比較的生じにくいこと、大気現象である台風とイメージ上の関連がある、天空にあり、かつ人々に親しまれているものであることが挙げられる。アジア名として提案された名前を採用するには、いくつかの条件がある。一つは、文字数が多すぎないことであり、アルファベットで9文字以内と決められている。 またその他、音節が多くなくて発音しやすいこと、他の加盟国、地域の言語で感情を害するような意味を持たないことなどの条件もある。台風のアジア名が使用されるようになった2000年以降は、それまでとは違って、台風認定期間と台風命名期間の両方を日本の気象庁が担当することとなったため、前述のような国際名のない台風が登場することはない。 アジア名は全部で140個あり、140番目のサオラーまで使用されると最初のダムレーに戻るループである。アジア名と同様の命名方式は2004年からインド洋におけるサイクロンでも使用されるようになった。インド気象局がサイクロンの命名を担当し、名前はバングラデシュインドモルディブミャンマーオーマーンパキスタンタイ、スリランカの7カ国が提案し、 アジア名と同様に国名のアルファベット順に名前が使用される。例えば、2007年のサイクロンシドルはオマーンが提案した名前で、2008年のサイクロンナルギスはパキスタンが提案した名前である。また、2020年のサイクロンアンファンはタイが提案した名前で、空を意味する。アジア名、ハイエンと命名された2013年の台風30号。 アジア名などの国際名は、繰り返しの使用を原則とするが、大きな災害をもたらした台風などについては以後は、同じ名前を使用しないよう変更することがある。大西洋北部などの高い域、また1999年までのアメリカ式の、命名において、顕著な影響を与えたものの国際名を、名前リストから削除して、次回以降から別の国際名が使用される。 引退という慣例があり、この慣例は2000年に導入されたアジア名にも受け継がれている。この慣例の目的は大きな影響や被害を与えたために将来にわたって言及されるであろう。台風が同じ国際名となってしまうと混同の恐れがあるためである。逆に顕著な影響を与えなかった名前については繰り返し使われる。例えば、アーレンというハリケーン名は、 過去9回も使用されている。アジア名の変更は、台風委員会加盟国からの変更要請を受けて、台風委員会が行う。例えば、2013年にフィリピンに甚大な被害を与えた、台風30号のアジア名、肺炎は、以後、バイルート解消された。ただし、顕著な影響を与えても、変更の手続きがなければ変更されない。 アジア名導入以前の例であるが、1959年の伊勢湾台風の国際名、ベラは引退扱いとならず、以降も何度か使用されている。また、台風による甚大な被害以外の理由でアジア名が変更された事例もある。毎年、台風委員会が1月もしくは2月から3月にかけて行っている。 この台風委員会の会議が終わってから24から36時間後には台風委員会のアジア名リストに更新が入る。例えば台風委員会が2019年2月25日に終わった場合は2019年2月26日ないし2019年2月27日の朝までには新しいアジア名が公開されている。次に 日本気象庁の変更が行われるのだが、英語版が先に変更される。この英語版の変更日は、基本的に3月下旬となっている。最後に、日本気象庁の日本語版の変更が行われる。しかし、日本語版の変更は、おおむね4年に一度しか行われないため、2020年を例にすると次の更新は、2022年、または2023年となる。 台風の名前の変更の際は3つの名前から選ばれる。例えば日本が提案したコップの変更の際には小グマ、白鳥、子犬の3つが候補に上がっていた。なお3つの名前候補の情報は台風委員会が行われる1週間前に公開される。引退した、英明引退したアジア名台風による被害が甚大であったとして変更されたアジア名は 以下の通り。また、以下の名前は、台風による甚大な被害以外の理由によって変更された。名前そのものは変更されていないが、以下のように表記が変更された事例もある。これらはいずれも韓国が提出した名前で、英字の綴りを文化観光部2000年式表記へ変更された。前日の通り、終戦後のアメリカ軍占領下では、 アメリカ式の女性名を用いていたが、サンフランシスココア条約発効後の1953年の台風2号以降、日本国内では台風番号が導入された。日本では気象庁が毎年1月1日を区切りとして台風が発生した順にこの台風番号をつけており、日本国内では通常はこの台風番号で呼ばれ、マスメディアにおいては台風号のような表現が、 一般的には使用される。例えば、台風1号はその年に発生した最初の台風を意味し、台風10号はその年の10番目に発生した台風を指す。ただし、このような人為的な区切りを考えずに、気温、海水温の推移から見ると、1月は季節的に前年の台風シーズンの延長上にあり、新たな台風シーズンの始まりは2月頃からであると言える。 そのため、台風1号が1月に発生することは珍しくないが、これは前年の延長上とも見ることができるため、実質上は2月以降に発生した最初の台風が、その年の一番目に発生した台風とも言える。例えば、前年の12月31日までの台風の発生数が29個で、翌年の1月に、 台風第1号が発生したと仮定すると、この台風1号は厳密には前年の台風30号とも言えることになり、2月以降に発生した最初の台風が実質的にはこの年の台風1号とも言い換えられる。とはいえ、現実的な使い道を考えれば、西暦年と台風シーズンとが一致していた方が便利であるため、台風シーズンは1月から12月までとなっている。 当年12月31日までに発生した台風は発生した順番に番号をつけるが翌年1月1日以降に発生した台風については前年の12月31日までに発生した台風がまだ残っている場合であってもリセットして1号から番号をつけることになっている。気象庁では台風番号について情報文等においては言語年と組み合わせて表記し、 天気図等においては、西暦年の下2桁と組み合わせて表記している。例えば、2015年の台風5号については、情報文等においては、平成27年台風第5号のように表記するが、天気図等においては、台風1505号、T1505 などのように表記される。このように、天気図等で使用される。 西暦番号の4桁方式は簡潔であるため、世間でもよく使用されているが、この場合、周期性の問題が存在する。例えば、5915は1959年の伊勢湾台風のことを指すが、これが将来的に2059年に台風15号が発生した場合のことを考えると、混同が生じる。このような問題を避けるために、 西暦番号の6桁方式が使用される場合もある。伊勢湾台風を6桁方式で表すと195,915となり2059年の台風15号が発生した場合の表記を205,915とすれば区別ができる。なお、民間では台風第5の台を省略するとともに特定する必要がない場合には年号も省略して 台風30号のように二桁方式で呼ぶことも多い。台風番号は台風が発生すると直ちに割り振られるため、基本的に速報値による発生順に基づいている。そのため、事後解析により2つ以上の台風の台風番号と発生日時が逆転することがある。例えば、速報値では台風 B よりも早く発生したとされた台風 A が、 事後解析により台風 B の方が先に発生していたと判明するケースがある。この場合、速報段階では台風 A の方が先に発生したことになっているため、台風 B よりも小さい番号が付けられるが、実際にこのような逆転現象が起きたとしても、速報段階で割り振られた番号が後から変更されることはなく、最初に付けられた番号がそのまま使用される。 このような逆転現象の実例として、2016年の台風10号11号がある。この時、速報値では10号が8月19日21時に発生したとされていたが、事後解析で10号の発生日時が8月21日21時に修正され、速報値よりも2日後に変更されたため、20時に発生した11号の方が先に発生したことになった。 しかし当然、逆転後もどちらの台風番号も変更されていない。発生した順番であるため、基本的に台風番号は整数で表されるが、過去には台風番号が小数になったこともある。終戦直後までは気象衛星観測がなかったため、次の台風が発生して命名した後から、事後解析により実は台風であったと判明する。 熱帯低気圧が存在したためである。例として、統計開始以前の1950年には、台風41号と42号の間において、42号より先に発生していた熱帯低気圧が、その後台風と判定されて、台風41.1号、41.2号となった。しかしこのような事例は、1951年に、 台風の統計が開始されてからは、実例がない。特に災害の大きかった台風については、台風の上陸地点名や災害を起こした、地名、湾名、川名、仙名などをつけて呼ばれることがあり、室戸台風や伊勢湾台風などがその典型例である。戦後、気象庁によって公式に命名された台風は、以下の10個である。この他、 気象庁が公式に命名したものではないが、以下のような台風は顕著な災害を引き起こしたため、著名な固有名で呼ばれる。気象庁が台風について命名していなくとも、マスメディアによる報道などで台風に俗称が用いられることがある。あくまで俗称であるため、正式な名称ではない。著名なものとしては1960年の五輪台風がある。 同年の8月23日15時から24日3時にかけて台風14号、15号、16号、17号、18号の5つの台風が同時に存在し天気図上にまさに五輪マークのように並んだ東京オリンピックを4年後に控えさらに偶然にも同年のローマオリンピック開催の直前というタイミングであったためマスコミはこれを 五輪台風と名付けて大きく報道した。また、1991年のリンゴ台風も台風の俗称としては有名である。これは、同年9月に日本列島に大きな被害を出した台風19号のことを指し、青森県ではこの台風によるリンゴへの被害が大きかったことからこう呼ばれる。パガサの熱帯低気圧監視エリアフィリピン気。 地球物理天文局は北太平洋で発生した熱帯低気圧に対して国際的に命名、使用される国際名とは別に独自のリストにある名称フィリピン名を命名しておりフィリピン国内ではこのフィリピン名の方がアジア名などの国際名よりも一般的に使用されている。例えば2008年にフィリピンに 大きな被害をもたらした台風6号については現地ではアジア名のフンシ子によりフィリピン名フランクの方が広く使用された。このフィリピン名は各年ごとに使用される4つのリストと数が足りなくなった場合に使用する補助リストからなる。フィリピン名はパガサの監視エリア内で熱帯低気圧が発生した場合とそのエリアに 熱帯低気圧が侵入した場合にのみ命名される。例えば2016年の台風14号はアジア名はムーランティであるがパガサによりフェルディというフィリピン名が付けられている。しかしこのようにフィリピン名が付けられる熱帯低気圧が必ずしも台風の勢力に達しているとは限らない。そのため台風に分類されておらずアジア名なども付けられていない。 熱帯低気圧がフィリピン名だけは付けられるということも少なくない。例えば2020年7月11日に発生した熱帯低気圧は気象庁より台風と分類されずアジア名が付けられなかったと同時に JTWC により熱帯低気圧番号も不満されなかったがパガサによってカリーナというフィリピン名が付けられている。なお、 アジア名など国際名と同様に被害の規模が大きかった熱帯低気圧のフィリピン名は置き換えられる。例えば2017年の台風26号と台風27号は同じリストが次に使用される2021年にはウアアンとバービナにそれぞれ変更された。また2013年にフィリピンに甚大な被害をもたらした台風30号のフィリピン名。 ヨランダも、その後、ヤスミンというフィリピン名に置き換えられている。ありがとうございます。